おはようございます。本日はまあちょびっと青空見えてるけどね、曇ってますね。お外がそんなに明るくない。お父さんは先ほどシャワーから上がってまいりまして、何か動画を見ておりますが、肌感冒でね、ベッドでゴロゴロしておりますけれども、ゴミクいるんですよね、ダムちゃんもいるんですよね。この隣には肌感冒のお父さんがいます。ということで本日は週一のねグローサリーショッピング出ようと思っておりますので、準備してね出発しようと思います。ただいま3時になります。お家を出ました。今日寒いなお父さんね。はい、ということでね、まあいつも通りのコースかな、ぐるぐるっとお買い物行ってくれと思います。行ってきます。コースコ着きました、行ってきます。パビリオンズ着きました、行ってきます。トレーダージョーズ着きました、行ってきます。ウォルマート着きました、行ってきます。お家帰ってきました。スタンバイされてらっしゃいますねまだでしょサニ君。その他の方はねお父さんくっついてますね。あ、サブちゃん奥入ってた。まあ、ということでお買い物してきたものはコスコでマッシュルーム、アボカド、犬用ヨーグルト、芽キャベツで、先週オーガニックのアスパラ購入いたしましたが美味しかったんですね。今週もあったから購入しました。あとお水と何か買ってた、お父さんがトイレットペーパーだ。あとお洋服買ってたんだ。これなんだ、お父さんハーフパンツ欲しいって言って、チャンピオンとかで、私もじゃあついでにって言ってアディダスのレギンスを購入いたしました。あらぽめた、何、仲良くしてて。それからパビリオンズでパリパリ安くなってたので購入したのと、シュガービーとシラントロ、あ、そうだそうだ、コスコでささみも購入した。でお父さんこれ購入してたけど、なんだ、オーカスピリッツって書いてありますけれども、桃の味なのかな、ノーシュガーでカーボがなくてとかいうやつ買ってた。私イチゴが食べたかったのでイチゴと、これはめっちゃ安くなってたんだけど、まあもうねストアに並ぶのが今日までっていう期限のやつなんだけど、一回お父さんここのねお肉食べたいっていうので 30% オフになってたので購入しました。トレーダージョーズではルッコラ2袋とブラウニーとクッキーが一緒になってるやつ買ってみた。甘いかなガーリックハーブのチキンソーセージ、これまた鍋に入れたいんだって。で今回お父さんはねコーヒーこれにしてた。でキュウリと人参とシュガープラムトマトと、これ黒ニンニクの細かくなってるやつちょっと買ってみようかって言って、であとこれはバニラエクストラクトですね。コスコでマドレーヌも買いました。あとはウォーマートでスムースムーブを2箱とホワイトチョコレートを3つ、ホタテでしょ、違う種類のねモスカートダスティーを購入しようって言ってたんだけど、パビリオンズの方が安かったのね、ウォルマートより。だから今回はこれにしました。これあんまりいろんなところで見ないからっていうことで。であとおネギ2束と白菜2つとレイズドポテチを2つ、コーラルリンスとのど飴、以上になります。ということでこちら片付けて今6時過ぎですね、お散歩出ようと思います。それではね近所一周ぐるっとお散歩行ってこようと思います。行ってきます。また足引っかかったよ、なんか。なんかまた足イチャイしたよ。またくっついてて、なんかここでこの前もやったけど、なんかあるのかな。そう。ちょっとポピタ見したんよ。特になんともなかったですね。この前ね、あそこで引っかかったから、ここでイチャイしたって思ったのかな。おおおお、忙しいですね。お父さん真似してなかったけど、今日お家帰ってきました。豚をもうアイを拭いたの、お利口だね。サリくん、そこ包丁あるからダメ。うん、冷蔵庫の上に乗って待ってたんですけど、お父さんが帰ってきたから降りてきたけど、お父さんがお手手洗ったらご飯にするから待っててね。皆さんね、ご飯食べまして、サムちゃんくつろいでおりますけれども、何のちゅうてるのよね。
あっちゃかーなんよね。おめちゃこちらですね。果肉はミッキーさんにいます。お父さんは今日何を飲むのかな？あ、なんか割るんですね。ということで人間のご飯ですね。今日もお鍋ですけれども、その他ね、ちょっと食べかけのタッパーで申し訳ないんだけど、キャベツの和え物で、大根の漬物と、これも大根の漬物、ちょっと味違いですね。本日はこんな感じ。今日のお出汁は焼きあご出汁。これもアスパラね、お鍋入れたら美味しかったですね。このぐらいの色の時に食べるのがね。その他はチキンとタラとホタテが入ってて、あとキノコとか大根とか人参とかいろいろ入っております。で最後ね、最後でもないんだけど途中でもちっとしたのが食べたいなと思ったので、コリアンマーケットで購入した、これオーガニックだったんだけど、お餅っていうのが何て言うんだろうね、何ていう名前だったっけ。はい、こちらを入れようと思います。もうね、ほんと火が気になってしょうがないの、お父さん。はい、お父さん食べますよ。はい、じゃあ食べます。乾杯。はい、乾杯。はい、お疲れ様です。ではゆっくり食べましょう。それではいただきます。ただいま12時20分です。今日もあそこ座ったら寝ちゃったんですよね、サムちゃんが今いるとこ。10時過ぎぐらいから寝てたんじゃないかなと思うんですけど、まあまあまあ、もうね、寝てしまったのは仕方ないとして、まあとにかくね、今から先にポミサム寝かしてキッチン片付けてね、ちょびっと編集してからね、シャワーして寝る準備していこうと思います。何食うよ、チュミー。あら、おけあくびでしゅね。今日こちらで寝寝するんですか？私がね、ここで寝寝た時ね、その、ちょっと飛び出てるところあるでしょ？あそこにいたんですね。最初ね、胸の上っていうのかな、お腹の上乗ってくれてたんですけど、それだと重たいかなって思ったんだろうね。遠慮したのかもしれない。でね、こっち移動してね、じゅっとあったかあったかでくっついてくれてたんですよね、何食ね。で、私が起きたらすぐね、ここに来て寝ておりまして、一番最初はお父さんの足の間にいたんだけど、サムと足の間ね、取り合いっこしててで、私が来たから一回お水飲みに行って私の方に来てくれたんですけど、でサムちゃんその後ね、私とお父さんの足の間にいたんだけど、私こっち頭でね、お父さんこっち側頭にしてて、まあ、なんかちょっとよく覚えてないんだけど、なんとなくいい感じでお互いに邪魔にならないように足を置いてたんだと思うんだけど、その間にいた。何起きるの？あ、いくいくなの。はい、いくいくしましゅ。おいこですね。お水飲みに行くのかな。行きましたね。飲みました。おトイレ行きますか？戻ってきますか？戻ってくるらしい。おかえり。どこにねんねしゅんの。タニ君頭突きですね。そのタニ君、これがね、あったかいのね、よく知ってるからね、このね、中に入りたいみたいで、こうやってめくってね、ズボズボズボってね、入ってこうとするんだよね。あっちゃかっちゃかでねんねするんだよね、タニね。食でクロンシュルの。はい、わかりました。ママ内容の上に乗ってくれるんですね。温めてくれるんだよね、いつもね。ありがとね。もうね、どのぐらい前からかな、朝晩しっかり食べるようになりまして、1回でね、もちろん途中で1回やめてトイレに行ってまた戻ってきて食べるんだけど、まあ、1回ねちょびっと食べたら寝に行くっていうことはしなくなって、全部完食してご飯のところで待っててお注射したら寝に行くっていうの、そういうルーティンになりまして、でね、ご飯の入ってる棚もね、もう全部食べれないようになってるので、それも理解してね、嵐にも行かなくなって、パタン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 もね、まあ、よっぽどのことがない限りしなくなって、お腹が空いたらご飯のところで座ってて、じーっとねお父さんを見てるんだよね。お父さんがいる日は、お父さんいない日は私を見てるんだけど、やっぱ適応能力があって理解が早いなと思っておりますけれども、人間ってね、やっぱり習慣化されたものってなかなか治らないと思うんだけど、彼も13年以上ね、ご飯が常にあって好きな時に食べれるっていうね環境で生きてきて、この約1ヶ月ぐらいかな、でね、そうではなくなってね、もちろんね、用意しなければご飯食べれないしね、コントロールねしてるからっていうのもあるけれども、まあそれでもやっぱり人間ってね、その習慣化されたものね、なかなか変えるっていうのは難しいなと思ってね。ありがとうございます。理解してくれてね、頑張ってくれてね。今日も一日ありがとうね。ゆくにゃにしてください。おやじゅみー。おめたおやちゅみ。移動したんですか、ミキシャに。さっきチラッと見たらここに生えておりましたけれども。いつの間に移動したの。ペル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 ジュと言ってたじゃん。その間にこしょっと移動したの。うん、そうなんですか。にんにん、お口開けて可愛いんだよね。お口開けてるお顔もね、もめたね、怒ってるけど。そんなとこ触るでないで、やんちやって。あーうーって言うにょ。怖いなー、クリームシャン。ねえ。
あ、怖い怖い。でも可愛いな、ポメタン怒ってるお顔もすごく可愛いですね。ママ嫌なことするでないでやんちよ言ってるの。興奮してんだね。ねえ、声出てないけど。ねえねえ、ちょっと楽しくなってきてるでしょ、今。にゃんに、じゃあママ遊んでやるでやんちようって言ってる、もしかして、ポーム。なによ、お遊びモード入ってましょね、その感じは。こうやって遊ぶんだよね、ママとね。ポムとねんねよね、もう。ねんねの時間じゃん。ねんねよ。ねんねしようよ。もうそういうだって、ポムと遊ぶ時間じゃないだ。かわいいねよね。いいとかしてるけど、こうやってすると、ペロペロしてくれるの。まあ、ママいいでやんちから、ほといてくれでやんちよ、みたいな感じ。はい、すいませんでした。ねねねしましょう、もむな。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねねしてください。おやちみー。たむらもおやちみー。起きてくれたの？ありがとうございます。お首こしょこしょしてくれるなら起きるわよなの？まだねねしちゃいましたけど、また。たぶん今日お父さんに、サーニくんって言ったらサムちゃん来るし、ポーミくんって言ったらサムちゃん来るし、でもサムちゃん言ったらサムちゃん来ないって言われてましたけど、どういうことなんですか？他の子が呼ばれるとあたちはってなるの？でもあたち呼ばれると、やよって、いかにゃわよって、遊んだるわよってなるの？まあね。なんて天の弱さんなんでしょうね、あなたはね。お父さんがタムチャって言ったらイカニャイとニャーニって大事な御用かもしれないでしょ、タムちゃん。遊んでくれるかもしれないし、おやつもらえるかもしれないよ。それでお父さんがね、サムチャサムチャって言ってね、近寄ってくとフットワーク軽くね、フッフッフッとかしてね、逃げるんだよね。もうね、お父さんからね、自分の名前呼ばれたらね、お遊びモード入るので。で、スススッとしてね、逃げた後ね、何かしらのおもちゃ持ってね、戻ってきてね、遊ぶわよって言ってね、持ってくるんですけど、違うよサムちゃん、そうじゃないよってよく言われてるけど、お父さんに。まあ、私はお名前呼ばれたら遊ぶわよなんだよね。昨日もね、お父さん帰ってきた後ね、思いっきり遊んでおりましたが、トトとポミはこんなに元気ですごい遊んだっけってお父さん言ってんだけど、激しい遊びしますからね、あたちね。もう遊び疲れてるのよ、あたちなんですか？そうでしょね、毎日一生懸命遊ぶもんね。ゆたみちゃんもねんねしましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやちみー。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、3時過ぎになります。本日もね、ちょっと遅くなっておりますが、まあね、2時間ぐらいここで寝てたのでね、このぐらいになるかなっていう感じなんですけれども、ちょびっとね、編集したいなと思って、編集して、それからね、お父さんに声かけて、1時過ぎぐらいかなにね、シャワーを浴びに行きまして、ですぐにね、お父さんがね、ベッド入ったんですけど、あんまり眠くないみたいでね、動画見てね、ゴロゴロしておりまして、だけど時計見てね、あ、もうこんな時間だから寝なきゃいけないなーなんて言って、で、携帯を置いたらもうすぐね寝まして、寝ようと思って寝れるってすごくいいなと思って、私やっぱりね寝ようと思っても寝れないからでね、気持ちよさそうにスー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 とね寝ておりまして、まあですが寝つく前に一瞬おトイレ行きたいってねボソッと言ってたので、まあ多分ね夜中一回ねおトイレでお父さんは起きるんじゃないかなと思っておりますということでね、本日はもういつも通りの土曜日ですね、週一のねグローサリーショッピングに出たんですけれども、明日ねバレンタインデーなので、行くところ行くところね、バレンタインデーの商品がね、売られておりまして、まあどこにでもあったなって思うものは、お花、花束ですね。バラの花束が結構多かったかな。あとピンクのカラーのお花が入った花束。コスコのね、入ってすぐのところにあった花束は、何種類かあったけど、確かね、50ドルぐらいの花束がわーっといっぱいあって、お父さんがね、こういうの買えばいいのかって言っておりましたけれども、あとね、もう一つ、チョコレートでコーティングされてるイチゴが何個かね、パックになって売られていて、でね、私、イチゴ食べたいなと思って、今日イチゴ購入したんですけれども、別にその、チョコレートのコーティングされてるイチゴでなくてもいいかなと思って、自分でチョコレートはコーティングすればいいしと思って、よくね、ゴディバのね、店頭でね、こう、チョコレートディップしてね、いろいろとね、デコレーションして、デモンストレーションしながら販売してるっていうの。ああいった感じのチョコレートコーティングのイチゴだったんですけれども、
あ、バレンタインの定番ってこれなんだって私は思って、そういえばバレンタインの前日とか当日にお買い物に行った記憶があんまりないから見なかったのかなと思うんですけれども、もちろんウォルマートとか行くとバレンタインコーナーとかがあってお飾りとか売ってるから、そういったものはちょこちょこ見てたんですけど、まあ一番ポピュラーなのはっていうのかな、バラの花束とチョコレートコーティングのイチゴを一緒にね、パートナーにね渡すのかななんて思いまして、まあこちらもね、女性から男性っていうよりかはね、男性から女性ね、おもてなしするっていうのかな、そういった日かなと思うので、まあ女性がね喜ぶものってそういったものなのかななんて思ったんですけれども、まあもちろんね、一人でお買い物に来られてる男性ね結構いらっしゃるんですけど、普段もね、だけど今日はいつもより多かったかなって思う。でお花持ってね、お会計の列にね並ばれてる方多かったなって思ったんですが、今ふと振り返ったらさ、おかすしてるかなわかんないんだけど、ちょっと三肉が起きてこっちをじっと見てたんだけど、あ、今寝てるか、あ、視線感じるなと思うとね、三肉がねよく見てるんですよね最近ね。まあということでね、明日ね、まあ一応バレンタインだからっていうことで、ね、お父さんのね少しお出かけしていきましょうっていうね話になりまして、まあちょっとね行きたいなと思ってるところとか、あとは夜何食べたいっていうことでね、食べたいものをね購入して帰ってこようかっていうね話になりまして、今週末ね3連休っていうこともあるのでね、お父さんね月曜日も休みだからね、ちょっとねフラフラっとねお出かけしていきましょうっていうことになりましたので、ちょっと遅くなってしまったのでね、明日ねお寝坊しないようにしなきゃいけないなと思っておりますので、本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。